中央林間駅は神奈川県山和市中央林間3丁目、4丁目にある小田急電鉄、東急電鉄の駅である。林間都市計画区域の中央地域であったことから中央林間都市駅として開業したが、1941年に南林間駅、東林間駅とともに都市の文字が駅名から外され中央林間駅と改称した。 林間都市計画発足以前は、交渉駅となる予定であった。なお、交渉とは、山都市下鶴間300番地帯、境川沿いの田園都市線月見の駅、南町田グランベリーパーク駅間の神奈川県側付近を指し、当駅とは 2km 以上離れている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅、各ホーム上に待合室が設置されている。 ホーム有効庁は重量編成に対応している。特急ロマンスカー以外の全旅客営業列車が停車する。乗り場は東側を一番ホームとして、下表の通りである。上下線ともエレベーターやスロープが設置してあり、バリアフリーに対応している。北口は無人改札となっていて駅員は常駐していない。東急電園都市線ホームとは直結していない。2019年10月より、 駅改良工事を着手し、2021年秋には、東口改札を開設予定のほか、改良工事の完成に合わせて、ホームドア整備も計画されている。乗場島式ホーム一面二線を有する地下駅。田園都市線の終着駅である。東急電鉄再生端の駅である。乗り場平日朝、ラッシュピーク時は、急行、準急列車一本。 各駅停車が2本の順に発車する。この時間帯のすべての列車は、長津田で急行順急は確定に、確定は急行順急に接続する。また、長津田検築もよりの長津田始発の列車が多くなっている。日中時間帯では、すべての列車が当駅まで直通し、二子玉川から大井町線に直通する急行も発着する。 1984年4月の開業時、電子連動装置が日本で最初に時運用を開始した駅である。近年の1日平均乗降人員は、下標の通りである。近年の1日平均乗車人員は、下標の通りである。山都市北部の中心駅として、東急電園都市線の延伸後から急激に宅地化が進んでいる。新宿。 渋谷へ40分程度でアクセスできる利便性や田園都市線の始発駅であり座って通勤できる快適性などから東京都心のベッドタウンとして開発が進み駅前に高層マンションなども立地するようになったまたスーパーマーケットやショッピングモールコンビニエンスストアなども出展し商業施設も集中しているまた駅周辺には美容室が集中している 駅から徒歩10分ほどで鶴間自然の森に至る。駅周辺一帯は山都市が制定する路上喫煙禁止条例により禁煙であり、過料2000円徴収の対象とされる。喫煙コーナーは駅周辺にはないので注意。また、神奈川県警察で路上駐車厳重巡回地区に指定されているため、駅周辺にはコインパーキングが整備されている。 江ノ島線の駅開業当初は、改札口は北口のみであったが、田園都市線開通と前後して南口改札が新設された。かつて、北口は広場になっており、祭りなどはここで行われていた。その後店舗や有料駐輪場が建設され、広場は消滅した。広場があった時代、その広場や付近の喫茶店でテレビドラマ、 金曜日の妻たちへのロケーション撮影が行われていたことがある。東急と小田急を結ぶコンコース付近は1980年代まで湿地帯であったが、宅地造成が進み近辺を埋め立て現在のようなコンコースが整備されている。東急正面口にはタクシーのロータリーが整備され、東急ストア側の歩道からはコミュニティバスや観光バスも発着する。2002年11月までは、 神奈川中央交通による路線バスが当駅を経由していた。現在は以下の路線が駅前に乗り入れている。ありがとうございます。